ピリップ・ブヤチェスラボビチブドキフスキーは、ウクライナ・ケフ出身のプロサッカー選手。ウクライナ代表。ポジションは、フォワード。2006年の後半に FC シャフタール・ドネツクのアカデミーに入団。2009年9月、リザーブチームのシャフタール・サンドネツクに昇格した。リザーブチームでは前半戦のトップスコアラーになるなど、好調を維持したが、トップチームでプレーすることは、 結局なかった。2011年、チームメイト数名とともに FC リチベツマリウポリに、レンタル移籍2012年夏より完全移籍に移行したが、負傷のため半年物感染線から離脱した。2013年2月、シャフタールに復帰し5年契約を締結した。2013年6月、FC セバストポリに、レンタル移籍2014年1月、 二シーズンの契約で FC ゾリアルハーンシクにレンタル移籍。2016年7月、FC アンジマ8からにレンタル移籍。2017年1月、アンジへのレンタルを一旦打ち切り、シャフタールに帰還。シャフタールとの契約を3年半延長し再びアンジにレンタル移籍。ユース年代では U-17 から U-21 の代表に選ばれている。2012年に、 U-21 代表の一員として参加した CIS カップでは得点ランク2位の5ゴールを決めた2014年10月のベラルーシ戦で A 代表デビュー試合には2から0で勝利したありがとうございます